よし、うわ、ちょうどいいとこにちょうどいい潮目が。ちょっと初場所で今日はやろうかなと思う次第でござんす。風はまあまあの向かい風、右前から吹いとるわ。よくないね。でも日中だから仕方ないんよ、どうしてもね。日中はやっぱこの暑い時期は、日中は手前に海から陸に、で夜は逆に陸から海へっていう流れだから仕方ないの。スピナーベイトはスピナーベイトまでだよな、正直。ジグヘッドスピナーとかさ、なんかそういうのって多分動画出しとると思うんだけど、趣がないというか、何でもありじゃんそれみたいな。なあ、もう餌でええやんみたいな。餌にスピンベイトでもつけ、スピナーベイトでもつけりゃええやんっていう。なんかそのやっぱブレードの力って強いのよ、ものすごく。就業効果というかさ、だってこうやってルアーにこのスピナーベイト、スピンがつくのももちろんあったけど、歴史的にはね。けどその魚の就業効果があるっていうので、サビキみたいなのにスピン、ブレードつけるみたいな文化も普通にあるのよ。それくらいの就業効果っていうのがえぐくて、でなんか知らんけどね、ワームとかにスピナーベイトてかスピン、ブレードつけて魚釣ると、ブレードの力じゃなくてワームの力とか、そのルアーの力で釣りましたみたいなことを言うね、ルアーメーカーとか結構おるわけさ。いやいやいや、ブレードです。知ってて分かっとって言っとるでしょみたいな。だから商売ってそういうもんだからさ、切ねえなって思ったりもするわけよ。なんかあっち反転しとるかな。こっちに上げられると魚かかった時に左に走られたら終わるんよね、テトラタイヤフから。いかがなものか、このまま昼で釣れてくれるか、夕間詰めまで待つか。4時間ぐらいあるんだけどな。日没まで4時間ぐらいあるんだけど大丈夫かな。けど何か水草とかそういうのがめちゃくちゃあるっていう雰囲気でもないから、そうなってくるとやっぱり回遊のシーバスか、潜伏するヒラメ、マゴチとかの根魚、ロックフィッシュは多分足元やわっていうことになると、上ではなく下なんだよな。何かうまいこと、結構潮揉まれとるからボトムの状態が分かりづらい、そして高い場所だからルアーが浮いてしまう。やっぱバイブレーションあったらよかったな。失敗した。そうさね。あー、やばい、危ない危ない。高いんだからマルジンのルアー、勘弁してよ本当に。メタルジグとかでボトムこずいた方がまだ利口なんかな。ワームって選択肢もあるんだな、一応。なんか知らんけどもフラットフィッシュ用のセッティング持ってきてしまってさ。下の方がっつり攻めてみるか。トップとかそういう時期でもないから、結局は魚ってさ、流れと地形につく生き物だから、魚の習性的にそのつきやすいポジションっていうのを見つけた方がいいよねって。そこ取れるか、そんな深い。でかい波が来る。うわー、うわー、濡れたくない。うおー、怖えー。スーパー深いな、もしかしたら。やば、困ったな。スーパー深いぞ、それはちょっと困るな。着底が取れない。風が強うて、風が強いけど流れはそんなに強くはない。こんだけ波はあるけど流れがそんなガチガチに効いとるかと言われたらそうでもない。そして多分手前か草だらけや、やだな。で多分根がかりする危険性があるからやだな。深すぎるとどうしてもね、地形の変化っていうのが読みにくくてね。そうさね。そしたら、まあゆっくりやってきたら時間はあるけど、なんかもう暗雲立ち込めるって、まさにこのことかっていうくらいの暗雲がこちらへ向かってきたんやけど、内陸側が雨の予報だから大丈夫だとは思うけど、だって20秒とか30秒かかるぜ。ムチョルチは 35g だぜ。それだって30秒とか40秒とかの世界なんやけど、止まった。下からダー駆け上がっ巻き上げていく感じか、イメージで言ったら。なんか引っ掛けた、アンゴンとかやったらここシャッシャッシャッシャいけるんやけどな。なんとも言い難い。もちろん広さもあって深さもあるんだったら、やっぱ捜索するあれが違うからさ、しっかり着水のポイント見極めて、どっかえぐれてる部分でもあったら
どっかえぐれてる部分でもありゃそこにね魚がつきやすくなるから、7 8 9 10 37 38 9 40 40 40の平面だったら困るわけよ。ここ結構その移動、横に移動できるあれじゃないから、40の平面だったら一番困るわけよ。例えば40秒35秒40秒とかだったらね、この左右につく可能性ってあるわけやんか。逆にそのね40秒45秒40秒とか42秒とかさ、そういうとこだとつく可能性ってのが出てくるからさ、いいんだけど、のっぺりとした40秒だったらもう大変よ。回遊魚を狙うしかない。まあ手前すぎると絶対に引っ掛けるから、下にはまあそれなりに草はあるからいい場所ではある。もうちょっと左に上げてみようか。こういう時にキャストの正確性って必要なんだろうな。今よりもだいたい5メートルくらい左のはず、感覚で言えば44 40 45、もっとか。ブレイク見つけた、もしかしたら深いところを見つけたかもしれない。次はもう一発投げてみて、46 47 48 49 49。そんなバカなそんな深いところにある。ちょっと右が40秒だったぞ。真正面が50秒ってこと、ちょっと右が40ってことは、この真正面がブレイクになっとるってことやな。だったら最高なんだけどな。実際はどうなることやら分からんけど、もうちょっと右に投げてみようか。真正面に投げて流れが効いとらんから、ジグが流されとるってわけじゃないから、いやいや右側に投げて、今日はボトムを細く釣りに投げるかなるかな。今真正面に投げて50秒だった。じゃあもうちょっとだけ右に投げて、それブレイクがある。真正面がブレイクだ。ということは求められるのはボトムのトレースやな。こういう感じになったんや、まさに。だからこの隙間や、この隙間に下からこうガーン食い上げるように魚がつく、なんでフラットフィッシュついてるから、だからこの ここをこう引いてくるあれが必要なんや。もうちょっと重たい、フリットとか忘れてきた。こういう時に重たいやつ忘れてきた。今は時期じゃねえっつって120とかのやつ全部置いてきたわ、最悪備えあれば憂いなしとは言うけど、備えがなくて憂いてしまったなはい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 、分かってきた、じゃあそれだったらどうしようかな。ヘンチマンとかでも全然いいんだよ。だメタルジグ、このままムーチョルチアでもいいんだけど、ムーチョルチアでも全然いいんだよな、ぶっちゃけ。このまましばらくこれやってみるか。他にないし投げるもん、こう高いから斜めにこう駆け上がるように引いてしまうよね、新編だと。左が50秒右が41秒2秒とか、やっぱりこういう地形の変化を探す訓練を日頃しないと聴覚が伸びない。偶然の一発で回遊魚が釣れるかもしれんけど、 28g のジグヘッドでそこ取れるか試してみるか。 35g のメタルジグでは大丈夫だけど、 28g のジグヘッドワーム、ワームちゃんどうしようかな。っていうかフリットあったんよね、フリットとビーチオーカーウィッチあったんやけど、高いからダメよ、平場じゃないとダメだね。バルト投げてみるか平場じゃないとダメでね。やっぱサーフ用に作られたルアーだから、縦の動きってのは多分下手くそなんや。あーうまく刺さらんうまく刺さらん、多分軸ずるときは大丈夫かなまあフックかけるから大丈夫やろ。28ありゃなんか大丈夫な気するよ。まあやや濁っとるから、この黒とゴールドでやりまして、あんまり波が強くなるようだったら、かかるくらい波が強くなってきたら帰ろう。今からだって下げ潮のはずやから下げやったっけ上げやったっけな、確か下げだったはずなんやけど。よし、これならいけるやろ、フック取るだし勘弁してや。問題だと手前よ、左右 あの深さは大体分かったから、あとは手前に駆け上がっとるのか平坦なのか、手前にもまたブレイクがあるのか、それによってだいぶ変わってくるっていう。もちろんこれの繰り返しや。でも必然的に駆け上がりになるから、その、ま、巻いてる下テトラとかすごいあって、そんな足元までがっつり引けるってそれでもないから、そうなってくるとストッパンの棒かな、ワインドというよりはストッパンの棒かな。5秒巻いて5秒フォールってどういうことやいやー、しかしこのアングラーズマイスターってのがあってさ、
あのアングラーズっていうね、あのこの超過超過とあと場所エリアみんなで上げる SNS みたいなのがありましてね、そこでそのアングラーズマイスターっていうのが今そのキャンペーンっつったら変やけどさ、それをやっとってさ、アングラーズマイスターっていうその年間120万、月10万釣りに使っていいお金を支給するから、それでそのなんだろう、インフルエンサー活動してくれと、そういうね催しがあってさ、それに一応応募しとるんやけどさ、どうなることやらまあ無理だと思うけどね、けどまあ宣伝として YouTube のチャンネルの宣伝としてね、でも月10万使えたらマジで編集やっといたいんだよな、字幕つけたい字幕うん、やっぱ釣りの動画ってね、やっぱ最後までやっぱ俺が編集することになると思うよ、なんだかんだ言うて。ゲームとかそっち系の編集とかもお願いしたいくらいなんだけどねそれはまた釣りとは関係なくなるから、あのお金は使えへんからさ、だから釣りの動画のテロップ、うん、字幕付け、こうやって波ザーザー言うとるときとかさ、俺よく喋るからさ、やっぱりなんかね、聞き流す人もおれば、ね、聞き流す人間もおれば、やっぱちょっと見る人もおるからさ、その見る人に向けてある程度の字幕みたいなのあった方がいいじゃないですか、このご時世なんでね。だからそれをねやりたいんだけどさ、やっぱバカみたいに喋るからさ、自分で言うのもなんだけどさだってきついのよ、あの編集するともう1日24時間しかないからさ、ねこれやってで釣り行ってね、釣り行ってやっぱ6時間7時間でしょ、で風呂入ったり飯食ったりして、でやっぱ生配信とかもあるからさ、そういうのやったりとか、あとゲームの配信とかもやりたくてさね、で寝たりさ、もちろん仕事行ったりとかもするわけさそうなってくるとね、24時間じゃ足りなくてね誰かの24時間を曲がりせなあかんわけよ私は自分の24時間じゃどうしてもね無理でさ、今が限界でさ、難しいね。俺がなんかそのね、プロの人たちみたいにさ、ものすごい超過を上げとるとか、でも素晴らしいそのポイントがあってね、毎日のように魚釣れとるみたいな話だったらだいぶ楽になってくるから、そこら辺は変わってくるんだけど、でもそういうわけでもないからさ、あとになんか島に移住するわけにもいかんしね、釣りに人生をさせる気はないからもうすごいこと言うかもしれんけど、あんまりっていうか釣りに人生をかける気はないから、人生はだって別に釣りだけじゃないもん、俺は人生を楽しみたいわけであって、釣りに人生を捧げるかと言われたら今の段階では、まあ、この先何があるかわからんから何とも言えんけど、現段階ではないから、だからそれを鑑みた時にもっとなんかうまく立ち回れたらいいんだけどねうまく立ち回れたらどれだけよかいいことか、うまいことねいけばいいんだけど、多分無理だろうな。ていうかさ、普通にさ、なんかこれちょっと文句チックになるんだけどさ。